ニュージャージー州知事官邸トレントンは、アメリカ合衆国ニュージャージー州中央部に位置する、同州の州都。人口は 84,913 人。フィラデルフィアとニューヨークの間にある。鉄道の北東回廊やハイウェイで両都市と結ばれており、経済的なつながりは強い。以前は地理的に近いフィラデルフィア広域都市圏に含まれていたが、現在はニューヨーク広域都市圏内の都市として統計に記録されている。1896年、アメリカ史上初のバスケットボールの試合が行われたのもここトレントンである。対戦したのはトレントンのバスケットボールチームとブルックリン YMCA であった。同氏は NBA シカゴブルズの黄金時代を支えたプレイヤーの一人、デニス・ロッドマンの出身地としても知られている。最初にこの地に足を踏み入れたのは故国イングランドを追われ、新大陸にやってきたクレーカー教徒であった。教徒たちは1679年に植民地を建設した。1719年、町は周辺の大地主であったウィリアム・トレントの名を取って、トレントタウンと名付けられた。トレントタウンという名は後に短縮され、トレントンと呼ばれるようになった。トレントンは、ジョージ・ワシントンのアメリカ独立戦争における最初の戦勝地であった。1776年12月26日、ワシントンは軍を率いてデラウェア川を渡り、ドイツ人傭兵軍を破って、トレントンの戦いに勝利を収めた。独立戦争後の1784年、トレントンは11月12月のわずか2ヶ月間だけ、アメリカ合衆国の首都となった。当初は、ここが首都として定まると思われていたが、南部諸州は、メイソン・ディクソン線以南への遷都を要望、首都、トレントンは、短命に終わった。トレントンは1790年に、ニュージャージー州の州都となった。1792年には正式な町になった。トレントンメイクス、ザワールドテイクスの合言葉が掲げられたデラウェア川に架かる橋19世紀後半から20世紀前半にかけてはトレントンメイクス、ザワールドテイクスの合言葉のもとにトレントンは鉄鋼、鉄線、ゴムロープリノリウム及びセラミックスの先進的工業都市として発展した。しかし、現在では工業都市としての地位は低下している。ニュージャージー州会議事堂、1846年、トレントンは北緯40度13分18秒、西経74度45分22秒、北緯 40.22167 度、西経 74.75611 度、40.22167-74.75611 に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、トレントン市は総面積 21.1 平方キロメートルである。このうち 19.8 平方キロメートルが陸地で 1.3 平方キロメートルが水域である。総面積の 6.01% が水域となっている。トレントンは、エウィング・ローレンス・ハミルトンの3タウンシップと境を接し、デラウェア川に面している。デラウェア川には、数本の橋がかかり、トレントンと対岸のペンシルベニア州、モリスビルを結んでいる。トレントン近隣にトレントンエウィング空港があるが、発着便数が非常に少ないので、フィラデルフィア国際空港やニューアーク国際空港を利用するのが一般的である。トレントンフリーウェイを含めいくつかの高速道路が市内を走っている。また、大西洋岸を南北に走る。州間高速道路 I-95 はトレントン郊外の3タウンシップを通っている。その他、有料道路であるニュージャージーターンパイクやペンシルベニアターンパイクもトレントン付近を通る。I-195 はトレントン市とニュージャージーターンパイクを結んでいる。ダウンタウンにあるトレントン駅はニューヨークからのニュージャージートランジットとフィラデルフィアの郊外電車セプタそれぞれの終点である。アムトラックの北東回廊の列車もこの駅に停車する。また、ライトレールのリバーラインはカムデンへと通じている。2000年現在の国勢調査で、トレントン市は人口 85,403 人、世帯数 29,437、18,692 家族が暮らしている。人口密度は 4304.7 人、平方キロメートルである。1705.9 件、平方キロメートルの密度で 33,843 件の住宅が建っている。同市の人口構成を人種別に見ると、白人 32.55%、アフリカ系アメリカ人 52.06%、ネイティブアメリカン 0.35%、アジア人 0.84%、太平洋諸島系 0.23%、その他の人種 10.76%、及び混血 3.20% である。人口の 21.53% はヒスパニック、またはラテン系である。同市の 29,437 世帯のうち、18歳未満の子供がいる世帯は 32.4%、結婚、同居している世帯は 29.0%、未婚、離婚女性が世帯主である世帯は 27.1%、非家族世帯は 36.5% である。単身世帯は 29.7%、65歳以上の老人一人暮らしの世帯は 12.0% である。世帯の平均構成人数は 2.75 人、家族の平均構成人数は 3.38 人である。同市の人口構成を年齢別に見ると18歳未満 27.7%、18から24歳 10.1%、25から44歳 31.9%、45から64歳 18.9%、65歳以上 11.4% となっている。年齢の中央値は32歳である。性比は女性100人あたり男性 97.6 人である。18歳以上では女性100人あたり男性は 96.0 人である。同市の世帯の収入の中央値は 31,074 米ドルであり、家族の収入の中央値は 36,681 米ドルである。収入の中央値を性別で見ると、男性 29,721 米ドルに対して、女性は 26,943 米ドルである。同市の一人当たり収入は 14,621 米ドルである。人口の 21.1% 及び、家族の 17.6% の収入は貧困線以下である。18歳未満の 26.8% 及び65歳以上の 19.5% は、貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。